地図名所江戸百景より、木母寺内川五千彩畑。内川と呼ばれる水路で墨田川と繋がっていた。木母寺は、東京都墨田区にある、天台宗の寺院。この寺の自伝によれば、976年中延という、僧が、この地で没死した梅若丸を弔って塚を作り、その傍らに建てられた、墨田院梅若寺に始まると伝えられる。梅若丸は、吉田少将。 コレフサという名の貴族の子であったが、梅若丸5歳の時に父を亡くし、7歳の時に出家して、比叡山に延暦寺に入ったが、平乱に会い逃げる途中、人会に騙されて、この地まで連れて来られたのであった。この梅若丸の愛話は、後に、ジョ璃ル島の伝統芸能の題材となり、隅田川ものと呼ばれるジャンルを形成することになった。1590年に、 徳川家康より梅若丸と塚の脇に植えられた柳にちなんだ梅流山の三号が与えられ、江戸時代に入った1607年、この絵の豚田によって梅の字の辺と作りを分けた、現在の字号に改められたと伝えられており、江戸幕府からは主印状が与えられた。江戸に下校する直主たちがたびたび訪れている。明治に入ると、神仏分離に伴う、 廃物希釈により、梅若神社となったが、1888年に寺として再興された。その後しら髭毛防災団地が建設されるにあたり、現在の場所に移転した。ありがとうございます。